はい、本日は、弊社日本赤十字社が企画しましたウクライナ人道危機にかかるオンライン報告会をご視聴いただきありがとうございます。今年2022年2月24日に始まったウクライナをめぐる人道危機も8月24日で半年を迎えました。この人道危機における我々赤十字の取り組みにつきましては、これまで4回にわたってオンライン報告会を実施させていただきました。本日はこれまでウクライナや周辺国で、実際に活動してきた弊社職員の経験を通じて、この6ヶ月間を振り返ってみたいというふうに思います。まずですね、私、本社北国際部の大山から、この半年を振り返りまして、赤十字にとって今回のウクライナ人道危機はどのような意味があり、どのように対応してきたのかという全体像を少しお話をしたいと思います。我々赤十字はですね、今から160年ほど前にスイス人のアンリ・デュナンという実業家が、たまたま居合わせたイタリア統一戦争の戦場で負傷者の救護に自ら当たった体験から生まれました。日本においてもですね、今の日赤の前身となった組織博愛社はですね、140年ほど前の西南戦争が誕生のきっかけでした。その後、戦時だけではなくて平時にも活躍の場を求めるようになったというわけです。なので、皆さんがよくイメージをされてご存知の日赤もですね、初めから今のような姿ではなかったということになります。こうして今まで戦争の現場から生まれた、あ、今、あ、こうしていわばですね、いわば戦争の現場から生まれた、敵味方の区別なく、最も助けが必要な人を優先して救護しますという赤十字の思想を、確固たる規範、ルールにするべく、創設者であるアンリ・デュナンや、その仲間たちが奔走しまして、後のジュネーブ条約、いわゆる国際人道法が誕生したと。で、そこで皆さんおなじみの赤十字のマークも誕生したということになります。このマークはですね、紛争地域での負傷者の救護にあたる施設や機関が中立であって、攻撃の対象としてはならないことを示す保護の標章として、ジュネーブ条約や国際人道法で定められた特別なマークであり、紛争下という厳しい環境の中で我々赤十字関係者が行う救援活動を守ってくれるマークとなります。なので、赤十字は現地の被害者、被災者に支援を展開することと同様にですね、同じぐらい重点を置いて、このマークの意味が誤って理解されたり、誤って使用されたりすることがないように、細心の注意を払って、また必要に応じて注意喚起を行ってきました。これは今回のウクライナ人道危機における赤十字の役どころのユニークなところで、他の機関にはない責務ではないかなというふうに思います。他の人道危機、特に紛争犠牲者支援への対応と比べまして、日赤にとってですね、明らかに今回デリケートだなと思う点がありました。それは日本も紛争そのものの当事者の一つであったということです。これもちろん制裁に加わるという限定的な意味ではあります。そのような中でですね、赤十字は中立ですということをなかなか声高に申し上げてもですね、ということは赤十字はロシアに味方するんですかということをおっしゃる方もごく稀にいらっしゃいます。赤十字はですね、裁判官や警察ではありませんので、善悪の判断をするわけではありません。誰が悪いかということは問わないです。で、一方、何が悪いか、そして何をすべきかということに集中をして活動します。ここでいう何が悪いかということはどういうことかと言いますと、戦闘に関係ない人ですね、これは戦えなくなった兵士も含みますけれども、そういった方々が被害を受けること。そして何をすべきかという点については、そのような方々の苦痛を軽減すること、これにつきます。この点ではですね、赤十字は誰かを贔屓しているとかと思われていることは決して避けなければなりません。赤十字がですね、例えばウクライナの味方だというふうに思われてしまうと、今対立をしているロシアの政府なりはですね、赤十字を信用しなくなってしまって、そういう中でですね、ウクライナで赤十字が活動していたらどうなるかということを想像していただきたいなというふうに思います。ウクライナから遠く離れた日本で赤十字がその中立の信頼を失うようなことをしてしまうと、最終的にはですね、一番厳しい環境で活動しているウクライナの赤十字の同胞仲間たちを危険にさらしてしまうということになります。
簡単に言うとですね、スライドの言う通りにある通りですね、赤十字はウクライナの味方、ロシアの味方ではありません。我々は苦しんでいる人、困っている人のために活動しますということになります。で、ロシアがウクライナに攻撃を始めた直後、2月末の話ですけれども、私ども日赤ではですね、速やかに、いくつかのことを確認しました。まずはスライドにあるような言葉遣いの点ですね。で、これを確認した理由というのは、すべての紛争当事者から信頼を得ないと人命を救うことができないからです。で、困っている人を助けるためにはですね、ウクライナにおいてロシア側にも赤十字への攻撃をやめてもらう必要がもちろんあります。で、ロシアだけではなくて、ウクライナの当局からもですね、十分な信頼を得る必要があったわけです。で、言葉遣いに加えて、次にイメージのこともありますね。日赤が先頭に立ってウクライナの国旗を掲げるようなことがあるとどうなるでしょうか。やはりロシアの方々はですね、赤十字そのものは中立はやっぱりないんだというふうに見なしてしまって、赤十字を信頼してくれなくなります。ウクライナの味方をしないと言っただけでですね、ロシアの味方だという見方をされてしまう人が、出てしまう、そういう圧倒的な方眼びいきのような状況で、このことをですね、誤解のなく正しく理解していただくよう努めてきたというのが、我々日赤の難しいところではありましたが、幸い、あまり直接的にですね、このことで批判を受ける、ご批判を受けるということは、今のところはありませんでした。次にですね、赤十字をつけて活動する団体3つがですね、ウクライナの人道危機でも密接にコラボをしているということに少し触れたいと思います。まずは、赤十字国際委員会、英語の頭文字を取って ICRC というふうに呼ばれていますけれども、赤十字の組織の起源となったスイスの団体です。で、その赤十字国際委員会の活動に感銘を受けて誕生したのが各国の赤十字社、赤十字親月社となります。現在、世界には192の赤十字社、赤新月社があります。これは国連の加盟国196カ国に迫る数で、世界のほぼすべての国に赤十字がありますと言ってもいいかなというふうに思います。で、一部スライドの一番下ですね、最後に、歴史的に最後にできたのが、いわば赤十字版の国際連合である国際赤十字赤新月社連盟。で、これは第一次世界大戦後、これまでの戦時の活動、戦時の赤十字としてきたところから、平時の活動をさらに推進していきましょうということで、世界に広がる赤十字のネットワークの管理とか活動調整を行うために生まれました。で、このスライドはですね、ウクライナの国内および周辺国に流入した避難民の方々への人道支援ニーズに対する赤十字各機関の役割分担をぎゅっと凝縮して示してみたものです。ウクライナから遠く離れた日本の支援、スライドの左側ですね、は ICRC や IFRC、中ほどの調整を受けて、右側にあります現地の赤十字の手によって被災された方に届きます。ICRC とか IFRC という間のところを通すのはですね、日本以外の各社、各国からもいろんな支援が来るので、その調整が必要だというわけですね。で、特に紛争の激しいウクライナの東部ではですね、ICRC、ウクライナの西部および周辺国では IFRC がそれぞれの国にある赤十字社を助けています。また、特に紛争の激しいウクライナの東部はですね、いろいろなデリケートな用務もあります。例えば民間人の避難、こういうことについてはですね、いくら赤十字が中立だからとは言っても、ウクライナ赤が担うにはあまりにもデリケートなので、そこはスイス人の団体である ICRC が受け持つという、こういった具合に適材適所で支援活動を分担しているというわけです。で、左側にですね、数字が入ってございますけれども、これは我々国際赤十字の支援の規模感を表すために入れてみましたが、総額で約1125億円の資金援助を求めているということになります。赤十字のこの半年間の活動内容ですね、次のように非常に多岐にわたっておりまして、特筆すべきことというのは、それを支えているのが地元に根付いている赤十字のボランティアの皆さんであるということになります。ウクライナ、ロシア、ポーランド、ルーマニアなど、それぞれの国に赤十字があって、それぞれにボランティアの方がいらっしゃいます。10万人以上の赤十字ボランティアが人道危機対応に携わってくださっています。で、この度ですね、連盟、IFRC、ICRC、そして各国の赤十字社、赤新月社、
の全体でのウクライナ及び周辺国での7月末まで半年間の活動の報告書が発表されましたので、そこからいくつかのポイントをピックアップして今日はご紹介をしたいというふうに思います。まず画面左ですね、水と衛生の分野については、主にウクライナ国内東部の紛争地域において ICRC を中心に攻撃によって破壊された飲料水のシステムの復旧や地方水道局の支援などを行っています。飲料水が入ったタンクを手配したり、浄水タブレットなどを配布しました。これまでウクライナ東部を中心に800万人以上の人に安全な水を配布したということになります。ウクライナの人口が約4000万人強なので、規模感のイメージに役立てていただきたいと思います。画面右側ですね、保健医療分野については、ウクライナ国内の仮設診療所や隣国ハンガリーの国境付近での診療所など、固定診療所での診察や巡回診療所を使った医療のアクセスが難しい地域への医療など、71万8千人に保健医療を提供しました。これには新型コロナウイルスなど感染症の予防のための啓発活動なども含まれています。続いて心理社会的支援、いわゆる心のケアの活動ですけれども、こちらは36万8千人に対して実施することができました。この活動もウクライナだけではなく周辺国や避難民を受け入れている国で実施されているものです。紛争で非日常の体験をしている避難民の方々の心と体の健康を守るために、各地で子ども向けの遊び場ですね、チャイルドプレイフレンドリープレイスといたしますけれども、あるいは必要な時に避難者の方が電話できる心のケアホットラインなどが設けられました。また石鹸、トイレットペーパー、子どものおむつなど生活に必要な衛生物資も配布しています。ウクライナの西部や周辺国では写真のような今後中長期的に使用する避難所の衛生環境整備の一環で洗濯機とか掃除セットなども提供しています。衛生環境悪化によって懸念される感染症などの予防のためにも、滞在する施設の衛生環境を整備するということはこれも大変必要な支援の一つで、これまでに約100万人に提供することができました。他にも応急手当の普及とか新型コロナウイルスのワクチンの補助など、保健衛生にかかるさまざまな活動が進められております。衛生物資のほかですね、これまで500万人以上に生活に必要な物資、食料、水、衣服、SIM カードなども配布をしてきました。現在は迫り来る冬に備えてですね、毛布や暖かい上着などの準備を進めているところです。またこれまで62万6千人に対して現金給付も行われています。これは避難民に対する当面、取り急ぎの生活支援金としてのものが主ですけれども、特定の目的のための支援金ですね、例えば家屋の修繕費用としての給付なども検討されておりまして、今後は中長的なニーズに対する現金給付支援が本格化する予定にあります。そしてこちら、保護予防にかかる支援ということなんですが、こちら少しユニークな活動なので少し補足をしたいと思います。戦争の赤十字として生まれた赤十字の活動の中にはですね、離散家族再会支援、英語で言うとレストレインファミリーリンク、通称 RFL と呼ばれるものがあります。紛争やあるいは災害などによって離れ離れになって、お互いに消息は取れなくなってしまった家族の再会を支援するというものです。かつてはですね、より直接的に日本語で言うと安否調査、英語だとトレーシングサービスというふうに呼ばれていました。平時においてでは、ですね、このようなサービスは各国にある赤十字が行うことが多いんですけれども、特に紛争のように調査活動が難しい状況の場合、ICRC に設けられた中央追跡調査局ですね、英語のアブリベーションだと CTA、セントラルトレーシングエージェンシーですけれども、中心となって、軍人、民間人を問わず、人々の所在に関する情報を家族に留めるために活動をしております。ウクライナ人道機構ですね、無論 CTA が中心となるケースであります。紛争地域外のスイス・ジュネーブに設置された CTA の事務局が、拘束された軍人と民間人の安否、あるいは所在に関する情報を収集して、一元管理して、必要に応じて伝達をしています。これまでに紛争当事者からの情報、各国赤十字社や ICRC の代表部が受け取った調査依頼、その他の情報源などに基づいて、捕虜とその家族を含む1万3000人以上の情報を収集、追跡、保護し、身内間の再会支援に役立ててきました。
また安全な経路での避難、捕虜の訪問ですね、状況の確認とか必要な支援の提供、こういうことについてもこれまで6000人以上に対して行ってまいりました。また性暴力を防ぐための啓発活動やスタッフへの研修なども実施しております。このようにですね、赤十字の非常に幅広い支援の一翼を担うべく、また困難な状況にある人々の思いを受け止めるために、日本赤十字社は本人道基金に対応し、本年3月2日からですね、海外救援金の募金活動を開始して、これまで63億3308万5157円、8月の5日時点の数字ですけれども、このように多額のご寄付をお預かりをしております。これまで日本赤十字社は総額50億円以上に上る緊急の資金援助を国際赤十字に対して行い、こうした資金がですね、国際的なネットワークを生かした大規模な支援に活用されています。この救援金は来年の3月末までの募集に延期となっています。今後はですね、今後寄せられる救援金の額にもよりますけれども、紛争終了後の中長期的な支援なども見据えて、最大20億円規模の二国間援助などの検討をする予定でおります。ニスキはですね、もちろん資金援助だけを行ってきたわけではなくて、人的な援助も行ってまいりました。写真の地図上ですね、ウクライナ西部の町、ウジュホルドというところありますけれども、ここには国内からの避難民が多く集まるところで、赤十字は仮設診療所を設置して医療の提供などを行っています。この立ち上げにですね、日赤から薬剤師を派遣して、現地のスタッフへの指導と引き継ぎを行いました。また現地からですね、ポータブル X 線診断装置の支援要請があって、それに対して日赤が保有している機材を援助し、その指導のために日赤から放射線技師さんを派遣したりもしました。また周辺国であるモルドバ、その首都のキシナウというところにもロジスティックスの要員を1人、あるいはポーランドに心のケア要員1人などを派遣をしております。また、連盟の地域の代表部、があります、ハンガリーのブダペストとかですね、ウクライナの首都キーウに本社国際部の職員を継続的に派遣してさまざまな調整業務を行ってきました。で、加えてですね、最近ですけども、日赤の保健医療分野でのさらなる支援の可能性を探るべく、先週までウクライナ西部の町リビウとキーウに医師と国際部の職員を派遣しました。これはウクライナ赤十字からの直接な支援の要請を踏まえて、リビウにあるリハビリテーションセンターの支援の可能性などについて調査をしたものであります。本日はですね、こうした数々の派遣要員の中から、ポーランドに派遣をされた森光臨床心理士、そしてウクライナ西部ウジホルドに派遣をされた中里薬剤師、そしてリビウでの調査に派遣されていた杉本医師、そして本社国際部の大原副会長より、それぞれ現地の活動について報告をいただきたいと思います。それではまずはじめは森光さんからですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。日本赤十字社諏訪赤十字病院心理師の森光と申します。私は6月上旬から8月上旬にかけて、国際赤十字いわゆる連盟の心理社会的支援の事業コーディネーターとして2ヶ月間現場支援活動を行い、先日帰国いたしました。本日はウクライナの国外にわたった周辺国における避難民支援というテーマで、隣国ポーランドにおけるいわゆる心のケアの活動報告をさせていただきたいと思います。派遣概要ですけれども、先ほど自己紹介で少し述べさせていただきましたので、上段は参考程度にご覧ください。また私自身はウクライナ紛争に関わるのは初めてではありません。2014年に始まった紛争避難民支援の最初の2年間をこの連盟、そしてウクライナ赤十字社と共に、一緒に、見守らせていただいたという経験がございます。ただ異なるのは、現地のキープレイヤーであるウクライナ赤十字社を以前は支える役割でしたけれども、今回はポーランド赤十字社を支えながら支援設計や現場のお手伝いをするというのが私の役回りだったということを付け加えさせていただきたいと思います。さて、ポーランドという国をどう理解すればいいでしょうか。まずは避難民支援にまつわるポーランドという国のコンテクストについて触れたいと思います。端的に申し上げますと、
短期間のうちに大量の避難民が押し寄せた。これがポーランドの最大のコンテクストだったかなというふうに思います。なぜ大量の避難民、ウクライナ避難民の方々が押し寄せたんでしょうか。左側の地図にあるように、ポーランドはウクライナの方々にとっても最大の移動ルートというふうに位置づけられます。避難民の半数の方々はこのポーランドの国境を通って移動していくということが確認されています。8月22日までに560万人の方々がウクライナから国境を渡りポーランドに移動したという統計が残っています。これはまあ複数カウントも行って入ったり出たりする方もいらっしゃいますので、それも含めてという数ですけれども、重要なことに希望調査を取るとその半数がしばらくとどまりたいと、ポーランドにとどまりたいというふうに希望をしているということが分かっています。ではどういった方々に私たちが支援を届ける必要があるのかということ、その鍵を握るのがテンポラリープロテクション、一時的な庇護の申請の数というのが、ポーランドで非常に多く、周辺国の中でも非常に多くなっています。その数130万人、この130万人の方々は当面、仕事の、のアクセス、仕事のアクセスや医療のアクセス、そういったものを希望して、つまりポーランドに当面とどまりたいと考えていると、そういった方々だというふうに想定されています。130万人といってもなかなかイメージがつきづらいかなと思いますが、どういった方々が中心になるかというと、ほとんどその 90% が女性と子どもというのがその属性です。そして成人男性は国境を越えることが禁じられていたりしますので、それは何を意味するかというと、ほとんどの家族が、避難民の方々が家族と離れ離れの状態で隣国ポーランドあるいは周辺国に来ているということが言えると思います。で、困りごとのトップ3としては、資金が、生活資金がない、住む場所が、ない、そして、ほとんどの方が失業していて職探しが難航している、こういったことが困りごとのトップ3というふうなことが現れてきております。では実際にどのような支援が現場で展開されているか、ここからは紹介していきたいと思います。心のケアとか、心理社会的支援というと、心理師による直接的な一対一のカウンセリングをイメージする方も多いかもしれません。しかし実際には心理的そして社会的な健康を後押しするウェルビーイングのサポートというふうなことが言えます。とても幅が広く、実際にはさまざまな心の回復に必要な要素を組み合わせながら多面的に避難された方を支えていくと、そのためにいろんな今走っているプログラムと連携しながら進めていくということをしております。例えばご覧いただいているように現金給付プログラムとの連携というのが例に挙げられます。当面の生活資金、これをサポートするために連盟では現金給付プログラムというものをポーランド各所で展開しております。右下の写真はそのプログラムの登録のため の、 そのデスクなんですけれども、こういったところを開設しているところにキッズスペースも併設させていただいて、ほとんどの方は子連れでいらっしゃったりしますので、少しでも子どもが安心できるように、そしてお母さん方も、赤十字に来て、子どもが笑顔になったりほっとした時間を過ごしている、そんなことを、サポートするというようなことをまずは行っております。これが子どもの遊び場ということですけれども、また研修という形でも、サポートをしています。実際に最前線で避難民の方々と直接、対峙して支援を提供する現場スタッフという方々がいらっしゃいます。多くはボランティアの方々、そして、ポーランド赤十字社のスタッフの方々です。こういった方々、レセプションセンターだったり、離散家族の追跡サービスだったり、物資の配布、現金給付プログラム、こんなところで働いているわけですけれども、彼らがヒューマンスキルを獲得して、いわゆるサイコロジカルファーストエイドというふうに呼ばれますけれども、
その中には皆様よくご存知の傾聴スキルだったり、あるいはこう傷ついた人をこれ以上傷つけたり、傷つけずに関わる、そんな支援の態度、基本的態度だったり、そういったものを研修の中に組み入れて、最前線でウクライナの難民と関わる方々が支援を直接提供できるような、そんなバックアップをさせていただいております。私の前任者が計71名、こういったサイコロジカルファーストエイドの研修を行いまして、また私も2ヶ月の間にそれに続いて計、今、ポーランドで128名のボランティアとスタッフがこの PFA、サイコロジカルファーストエイドの研修を受講しております。で、その中で6名の指導者を、養成すると。いうふうなことまでこぎつけておりますので、今後はこの6名の現地スタッフがさらにいろんなスタッフやボランティアにこの PFA のスキルを伝えていくと、そんな構造を作る、そのところを少し形として作って引き継いできたというのも活動の一つであります。またこうした今できる支援を続けていると少し時間がかかって立ち上がってくるような支援もできるようになってきます。で、ご覧いただいているのは、避難民の方々が、よく、口にされるような、困りごとなわけですけれども、先ほどもお伝えしたようにトップ3は生活の資金、そして住む場所、そして職探しということなんですけれども、皆さんが口を揃えておっしゃるのが、とにかく避難民生活は気がかりなこと、心配なこと、やらなきゃいけないこと、気を回さなきゃいけないことが多いと。しかし言葉の壁があって、違法人としてどこにどんなサービス情報が眠ってるのかが点でわからない、そんなことをおっしゃいます。ですから赤十字として、まず、立ち上げた、これ6月から立ち上げたのが、ウクライナ語での相談ダイヤルの開設というものを、始めました。で、これはですね、母国語で、この一つの、相談ダイヤル、一つのシングルナンバーにかければ、ポーランド赤十字社のスタッフが、電話を取って、私たち、例えば避難民の方によってそれぞれニーズは異なります。医療だったり、住まいだったり、歯医者さんだったり、現金給付の窓口どこだろう、あるいはホストファミリーの募集先どこだろう。そんなそれぞれのニーズに対して、私たちはこの支援の、点在している資源のリストというのを作りまして、いろんな個々のニーズと、資源を、情報提供して、ここだったらこういうサービスがありますよ。そんなことを母国語で、避難民の方々に提供できるような、そんな、電話相談ダイヤルというのを提供しました、立ち上げました。で、ここで一つ動画を見ていただきたいんですけれども、注目していただきたいのは、この写真の電話のオペレーターたちは、皆さん、ウクライナから実際に避難してきた方々たちなんですね。そういった方々が自分たちの人々を助けるために、ここで働いてくださっているということです。では、ご覧ください。Доброго дня, Польський Червоний Хрест. Мене звати Крістіна. Як я можу вам допомогти? This call center in Warsaw, Poland is staffed by specially trained Ukrainian refugees who are here employed by Polish Red Cross and the International Federation of Red Cross to take calls from people who want information about the sort of help that's available to them in their new country. The demand for help and support and information is huge.In just 3 weeks, more than 1,000 calls have been handled here. People are asking about cash that's available from Red Cross, health, medical, dental, mental health support, help for their kids, people with disabilities, LGBTQ plus people. And Red Cross is using that information that we're receiving here in the call centre to improve the services that are being offered.For example, some people have said they're having trouble accessing cash in one form of payment. So that's been changed to another form of payment to make it easier. I've been forced to leave my home city, Kyiv, and we came here with all my family because the situation there was terrible and not safe at all. Working here, I feel that
I do something important and I can help the people who is the same situation as I am and my family right now. And it's really great that I have the possibilities and the Red Cross give me these possibilities because I can understand the same like nationality or same nation as me. So it's really great. And for me, it's like good experience as well.はい、ありがとうございます。見ていただきました。これがウクライナ英語での相談ダイヤルということなんですけれども、インタビューに答えていたこのクリスティーナさんが答えていたように、彼女たち、オペレーターの方々はみんなウクライナから避難していた、してきた方々がこのポーランドで、赤十字に協力していただいて、自国民を、支えているというような構造が、ございます。まさに、赤十字という受け皿の中に避難民の方々が集まってきていただいて、その受け皿を通して支援者という役割を得て、自分たちも、自己効力感と申しますか、役立っている、そんな感覚を、得ながら、そして、雇用という意味でも、お給料をもらいながら、支援していると、そういった、活動の土台を赤十字が提供しているということですね。そして、そういった活動をしているうちに、中長期に備えるというふうなことも、私の派遣の中でさせていただきました。現在は、ウクライナから、来て国境を越えて現れる方々、一定数というのは数は安定しているんですけれども、今後これが安定してこのまま続くかというのは誰にも分かりません。そこでチームではケースシナリオをいくつか作って、そこの中で、長期的に備える準備をしていくということも行いました。ベストケースシナリオというのは現状維持、そして最悪のケースというのは、紛争が激化する。ただ、2番目の、紛争避難民が増加するんではないか。それはなぜかというと、冬への備えというものがありますので、ウクライナ国内はいろんな、インフラなど、破壊されております。冬を逃れるために、ポーランドに来る、そういった避難民の方々が多くなるんじゃないか、そういったケースに備えて今から、予算、その活動の準備を、物品、そして予算の準備をして継続的な支援を行える、そういったことを、支援としてチームとして備えております。さて、心理社会的支援の部門では中長期における活動としてこの相談ダイヤルの他にコミュニティにおける居場所づくり、そういったことも、今現在行われています。左上の写真はアフタースクールクラブと、申しまして、ポーランドの、児童とウクライナからの、避難民児童は同じ小学校で、もう通うというような、そういう小学校が現れてきております。これはドイツの国境に近いノバソルという町ですけれども、彼らが放課後、ポーランドの児童たちとウクライナからの児童たちが一緒に遊びながら生活を、遊びを共にする、そして右下は避難民母子のサマーキャンプというふうな形で、夏の間リフレッシュして仲間作りをすると、これどちらもコミュニティにおける居場所を作るというようなことを想定しております。今後こういった活動が今現れ始めているんですけれども、避難民のためのこうした活動をもっと定期的に、効率的に継続的に行っていくためにコミュニティセンターというものを開設して、支援を提供するというふうな計画を立てております。その中には遊びやアートクラス、言語クラス、そしてヨガなど、そういった活動を通じて、例えば接着剤の例のように、避難民の方々はその住み始めたコミュニティで仲間を作る、孤立化を防止する、そんな、拠点になるようなコミュニティセンターを計画しております。さて、最後になりますけれども、私たちが支援するのは避難民の方々だけではないんですね。ある時、私の活動中にポーランドの現地スタッフが、突然、わけもわからず涙が溢れてきたというふうに、そんなことが時々あるのというふうに打ち明けてくれました。
それもそのはずで、彼らは2月の下旬からずっとノンストップでこの避難民の対応を行っているんですね。で、これはワルシャワ支部にウクライナの避難民の方々が物資の支援を押し寄せている4月上旬の様子ですけれども、そういった活動に彼らはずっと現地のスタッフは対応しています。で、時にニーズに対して自分たちが提供できる支援があまりにも無力で足りない、そういった罪悪感も感じている彼らは、ずっとこの先も、意欲を持って支援を続けていくためにはやっぱり支援者を支えるというふうなことを考えないといけません。左の写真は、ポーランドの赤十字社の現地スタッフへの、チームビルディングということを、時々研修の中でも大事に行ってきました。そして、私が勤務していたワルシャの、オフィスビルでは毎週チームの、金曜日にヨガのセッションというのを、計画させていただいて、支援者が共に支援を続けられるような、そんな支援者を支えるというような構造も頑張って支援として行ってきました。さて、お別れの時間が近づいてきました。最後のスライドになりますけれども、私がこれまでお話ししてきたこと、こんな風に1枚のスライドにまとめられるんじゃないかなというふうに思います。で、我々は避難民だけでなくホスト国へのこのウクライナ危機がもたらすインパクトをなるべく軽減したい。それによって中長期的な心理的社会的な健康を守りたい、そんなふうに考えています。そのゴールを達成するためにはもちろんその適切な情報にたどり着くための相談情報ダイヤル、これも必要なんですけれども、避難民の方々が各地域地域で暮らしていくときに孤立化しないようなコミュニティセンターをベースとした活動も計画の視野に入っております。そして最後にお伝えしたように支援者支援も大事な要素になってまいります。で、情報というのが絶えず動きますので外部団体と連携して今ポーランド国内にある資源がどんどんこうアップデートしていく、そのためには外部団体との連携も必要になってくるでしょう。私は2ヶ月の間やってきたことは、こうした支援設計をまとめて、これからも支援を続けていくポーランドの現地スタッフのための骨組みを作る、そんなお手伝いをしてきたというのが活動の報告になります。拙いお話でしたけれども、以上で私からの活動報告とさせていただきます。ありがとうございました。森光さん、ありがとうございました。それではですね、続きまして今度は中里薬剤師からの報告になります。中里さんはですね、ビデオでの出演になりますので、引き続きご覧ください。ウクライナ西部ウジホロドでの活動ということで、私大阪赤十字病院国際医療救援部、県薬剤部の、薬剤師中里と申します。よろしくお願いします。で、私の派遣されていた期間ですけれども、2022年今年の4月の28日から6月の22日、だいたい2ヶ月間ぐらいです。で、派遣された目的は、ウクライナ赤十字社が診療所を開設するので、その準備を行うということで派遣されました。ウクライナの国内では外国人の医療者は、原則、医療行為ができないので、ウクライナの医療者が行う医療行為を、サポートするという、形になりました。で、私がいたウジホロドはもう、この地図の赤丸のとこで、もうウクライナの一番本当に西の方、もうスロバキアとハンガリーの国境のすごく近くのところです。で、国境近くで、一番戦闘が激しい地域からは遠いということで、ここに多くの、国内で避難されてきている方々が、集まっているという状況でした。で、診療所の開設の準備を一番最初に行ったんですけれども、診療所はここの、
これ美術館の中庭ですけれども、診療所建てる前は左にこう人並んでるのが見えますように、救援物資の配布場所として、使われていました。で、救援物資の配布場所をすぐ隣の、空いてた場所に移して、で、この美術館の中庭を診療所にするということになりました。で、一番奥のなんか帽子かぶっとる人が、私ですけれども、チームは私以外は全員フィンランド人でしたので、まあ、フィンランドのそのチームメイトと、あと、避難されてきた人の中から、我々と一緒に働いてくれるウクライナの方、いらっしゃったので、彼らと一緒に、こうやってテントを一から建てていくところから始めました。で、完成したのが、こういった形の、まあ、テントで作った診療所になります。で、テント全部で4つ、さっき の、 骨組みがあるごっついテントが4つと、あと、ちっちゃい白い、まあ、すぐ建てれるやつですね、これが3つ、建てて診療所としました。ただ、まあこの地面が石畳でちょっとボコボコしているので、まあ車椅子だったり、まあ、患者さんのその歩いてるときつまずいたりという危険性もあるので、木の板とあと土を使って、まあ、平らな床を作る工事も行いました。で、私もちょっと合間を見て、これプライバシー、診察時のプライバシー確保するための板の壁ですけれども、もうこれの取り付けや、その通路に設置するカーテンの、そのカーテンレールの取り付けとかも一緒に行いました。で、私一応薬剤師ですので、まあ、薬局開設の準備ということで、さっきのテント建てるのと並行して、薬局開設の準備もしました。薬局は基本的には、薬は、まあ、物的価値が高いので、こういったテントではなくて、まあ、鍵のかかる、丈夫な建物の中に直します。で、丈夫なこういう建物の中の一室を薬局として、借りさせてもらって、棚にフィンランドから届いた薬をこういうふうに並べていって、まあ、後ろの冷蔵庫もそうですけれども、全部、薬をアルファベット順に、まあ、個数とかを数えながらきっちり並べて、まあ、3日ぐらいでこういった薬局を作ることができました。で、まあ、ハード部分、その薬局だけ、まあ、作っても、そこで働く人だったり、まあ、いろんなソフトがないと、まあ、薬局として動かないので、ウクライナ人、ウクライナの人の薬剤師さんに、まあ、業務を説明するためのこういった業務手順書も作りました。これは、一旦私が英語で全部書いて、で、それを、まあ、翻訳ソフトを使ってウクライナ語に変換して、で、もう一度英語に直して、で、なんかそのソフトが変な翻訳してないかどうかをチェックしてということで、作っていきました。まあ、何回もこう翻訳行ったり来たりさせるので結構時間かかったんですけども、まあ、これ読んで、理解していただいたので、まあ、これで問題なかったかなと思ってます。で、これは一緒に働いてた、ウクライナの薬剤師さんで、これ双子です。どちらも麻薬剤師さんなんですけれども、彼女と一緒に、私が作った、まあ、薬の在庫状況を示す、まあ、Excel のソフトであったり、先ほどの業務手順書であったり、まあ、その他いろいろなところを、まあ、こう伝えながら、彼女たちだけでも薬局が運営できるようにしました。で、まあ、奥の黒髪の方もウクライナの薬剤師さんですけれども、実際にまあ薬局中で、まあ、どんな薬がどれぐらいあるのかっていうのを、実際にチェックして一緒に、見てもらって、まあ、業務できるようにしていきました。
で、何回か延期やったんですけれども、診療所は無事に、今年の6月の15日にオープンしました。これオープン時のチームメンバーですね。一番左、赤いベスト着て立ってるのは、これウクライナの、あの薬剤師さん、さっきのメガネの人です。で、それ以外はもう外国人スタッフですね。何のチーム、このチームで、この診療所をオープンまで持っていったと。で、実際オープンしてもすぐ患者さんが来て、右の、これはウクライナの、医師ですけれども、処方箋に薬変えて持ってきたので、それを、ちゃんと、業務手順通りにできるか、ちょっと一緒にサポートしながら見て、ちゃんと、回せるか、薬局を回せるかどうか確認していました。診療所オープン後ですね、は、診療者数ですね、患者さんの数ですけれども、7月下旬までで922人、で、1日平均、アップダウンありますけれども、だいたい40人から50人、患者さんが来られていました。で、その患者さん来られた方の内訳ですけれども、80% 以上は国内の避難民。多分 10% か、それぐらいは、もともと宇治報道に住んでた方なんですけれども、それ以外はほとんど、ハルキウ、ドネツクという東の戦闘の激しいところから逃げて来られた避難民の方々で、平均年齢は58歳で、女性が 65%、男性が 35% と、女性の方がだいぶ多い、内訳になっています。で、私の、専門の薬を見てると、やはり高血圧とか心臓疾患に使うような、いわゆる慢性疾患と言われるような、ものに使う薬が大体、多数を占めています。つまり、逃げてこられた方、地元から離れてこられた方が、普段飲まれている薬がなくなって、健康が危うくなるので、その分の、診察と薬を取りに来るというのが、でそれに対応するというのがこの診療所の、目的かなと思っています。でちょっと話全然変わりますけど、生活ですね、ウクライナでの生活です。今のが、空襲警報の音で、これ1日に1回か、2回ぐらいになります。朝昼晩、もうほんま深夜帯問わずなりますね。で、これが、昼間になった時に逃げる防空壕のこれ入り口で、中これな感じの、もともと、ワインセラーの建物だったので、すごい地下の深くにあって、ミサイル飛んできてもおそらく安全とは思うんですけども、ちょっと寒くて、変な匂いするかなっていうぐらいですね。で、我々のチームだけじゃなくて、昼間なったら、近く歩いてた人もここに、多い時には結構人入ってきて、結構な人が避難してきたこともありました。で、夜中は宿舎の中にいるので、なかなか寝てたりすると空襲警報聞こえないんですけれども、これアプリですけれども、この携帯電話のアプリを、自分の持ってるスマートフォンに入れておくと、警報、外で警報が鳴ったらこれも連動して同じぐらい大きい音で、鳴って、危ないよということをお知らせしてくれます。日本で言うと、緊急地震速報みたいな感じで、マナーモードだろうか、とりあえず音は大きい音になります。で、緑が警報が解除で、赤が警報になった時に出るマークですね。で、これで、夜中何回か、叩き起こされたことがあります。避難してきた子供たちとか、我々が、
診療所を建ててたウズフォルトの人たちなんですけれども、避難してきた人たちということで、これは、ウズフォルトではなくて、ウクライナとハンガリーの国境にある、ハンガリー側の方にある避難されてきた人々を受け入れる施設の中です。で、ここで、一旦、来て、ここで、寝泊まりをして、で、次どうするかを考えるというの施設だと思うんですけども、やはり、ご覧の通りにプライベート全くない状態で、ちょっとここで長期間過ごすのは、やはりきついかなというふうに思います。で、これは、子供、食堂と子供が遊ぶスペースが一緒になったテントの中で、で、ちょっと面白そうななんかゲームみたいな、なんか一人でやってたんで、私も、ちょっと混ぜてくれということで、5、6分一緒に遊んでた時の写真です。どんな状況でも子供は子供なので、やっぱり、遊ぶと笑顔も見せてくれるし、楽しそうだったので、良かったかなと。で、これは、これ、ウジフォロードの同じ診療所の中にあった、心のケアですね。心にダメージを負った人を、サポートするような、部門のテントなんですけれども、そこにいた、同じテントの中に子供の遊び場もあって、で、ここら辺にいる子供はもう、私の実物が、身長187センチ、体重、86、7キロで、顔も怖いんで、日本やとあんまりちょっとこう、子供なんか絶対寄ってこないんですけども、ここやと、ちょっと手出すとやっぱりすぐ抱っこしてくれることで、子供結構来たり、ハンガリーのさっきの国境付近の施設でも同じようなことあったので、ちょっと、こういったウクライナの人道危機と関係してるかわからないですけども、やっぱり何らかの事情でもお父さん、もしかしたら一緒に今いないんかなというようなことが、思われたような、出来事が何回かありました。で、これ最後だと思うんですけども、印象に残った他の出来事としては、もうこれ、ウジホルトのスーパーマーケットにいたときに、若い、20歳過ぎぐらいの、若い、兵士の方に声かけられて、私、赤十字の、上着着てたんで、日本の赤十字の人かいうことで、声かけられて、で、自分の国、助けに来てくれてもありがとうと。で、この人はもう、その後は、東の一番戦闘の激しいところに、戦いに行くんやけど、その前に、助けに来てくれてありがとうって、こう、言ってもらえて、これは、紛争中やなっていうのもやっぱり感じますけども、やっぱり、ありがとうって言われると、やっぱり嬉しいし、印象には残りました。で、これ最後です。これ宣伝です。大阪赤十字病院の国際医療救援部は、ご覧のようなツイッター、フェイスブック、インスタグラムの公式アカウントを持ってまして、ウクライナもそうですけども、国内外の人道救援、人道危機の救援の情報を随時発信してますので、よければ覗いてみていただけるといいかなと思います。以上です。ありがとうございました。はい、以上、中里さんからの報告でした。続きまして最後にですね、最も直近でウクライナに派遣をされていました杉本医師と大原国際部会長の報告にあります。同じくビデオの出演です。ご覧ください。はい。私は日本赤十字社愛治療センター名古屋第二病院の国際医療救援部長をしております杉本健二と申します。私は日本赤十字社国際部の本社の方で働いています、ホーバーと言います。私たちは今、ウクライナの首都のキーウという町に滞在しています。昨日ですね、リビウという西部の町の方から移動してきまして、明日にはまたリビウの方に戻る予定にしています。
今回の私たちがウクライナに来た目的というのはですね、これまで私たちの前任として入っていた職員がウクライナ赤十字社と一緒に国内避難民の方に対する医療保健医療支援分野の活動についての調査をしてきたんですけれども、今回リビウの町の中にあるリハビリセンターの方の改築という話が出てきまして、そこに対してウクライナ赤十字社が支援をするということで、実際現地を見て医療的な視点の方から調査をしに来たところです。ウクライナ西部にあるリビウの町というのは、とても一見するととても平和で穏やかな日常を皆さん過ごしているように見えるんですけれども、実際空襲警報がですね、鳴ったりというようなことはあります。そういった時にはシェルターの方に逃れたりというようなことがあります。もともとリビウは90万人くらいの都市だったというふうに言われているんですけれども、紛争の影響によって、現在はですね、東部の方から逃れてきている人を含めて、大体250万人くらいまで人口が増えているというふうに言われています。現地の医療ではですね、もちろん初期の頃は外傷患者さんが搬送されてきたこともあるようですが、そういう患者さんはですね、手術自体を何度もしますし、その後のリハビリも非常に長いようです。で、そのリハビリ自体をですね、行うために初期の頃は海外に搬送して、リハビリを続けるということも行われてきたようです。そういう患者さんをですね、リビウ自体でリハビリまで完結するという意味で、リハビリテーションセンターの拡張が考えられています。加えて、人口がですね、90万人から250万人に増えるということは、内科疾患の患者さん自体も増えるということですので、脳卒中をはじめとする病気で、その後リハビリが必要になる方も非常に増えてくるということで、そういう患者さんをですね、救急病院からリハビリ病院に移動していただいて、救急病院の受け入れ状況を良くするということも考えられて、リハビリテーションセンターの機能拡張ということが必要となっています。リビウでは救急病院で診療を受ける患者さんが非常に増えてまして、その治療の後にリハビリを必要とする方も同時に増えています。で、このリハビリセンターではリビウの救急病院からの患者さんを受け入れてますので、こちらの方の受け入れ能力を強化するということを、行政も考えていますので、ウクライナ赤がそれを支援するということを計画してますので、それを日本赤十字社が支援しようということを考えています。リハビリセンターの他にですね、実際西部の方の町の方には東部から多くの人が逃れてきていることもあって、既存の医療施設の方でなかなか診療を受けることが難しい方たちですね、のところにウクライナ赤十字社が巡回診療という形で車と人とセットで地域を回ったりというような活動もしています。その活動に対しても日本赤十字社としても今後支援をしていけたらというふうに考えています。はい、以上杉本医師、大原係長の報告でした。以上をもちましてですね、今日の報告会を終わります。最後の報告では日赤の強み得意分野であります保健医療支援の展開という話も少々ありましたが、引き続き赤十字のウクライナ人道危機支援に関心をお持ちいただきまして、ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。また今後もですね、いろんな機会を捉えて皆さんに報告の場を設けたいと思います。今日はご参加いただきどうもありがとうございました。
最後にアンケートへの回答もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。